皆さんご視聴いただきありがとうございます。この度ですね、第3回インゴルフフューチャーズトーナメントの開催が決定しました。2022年2月24日木曜日、場所は千葉県にある白鳳カントリークラブです。詳細は概要欄に載っておりますので、そちらをご確認ください。それでは本編動画をお楽しみください。皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです。はい、今回はですね、ゆいちゃんのレッスンです。麻布十番にあるマイゴルフレンジさんに来ております。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、ここ24時間練習ができる、なんていうゴルフレンジ、無人のゴルフレンジ。はい、なので皆さんまだ会員募集しております。よろしくお願いします。はい、今回のレッスンは何でしょうか、ゆいちゃん。今日はドライバーのヘッドスピードを上げるおレッスンですね、したいと思います。ドライバー飛距離伸ばしたいですよね、ということで早速やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、じゃあまずドライバー、はい、まあ、ドライバーのヘッドスピード上げるイコール飛距離が伸びるっていう話なんだけど、うん、まあ、女性だと大体ヘッドスピードが35から38、うん、男性だと、まあ、40から45とかなあかなと思うんですけど。ちなみにゆいちゃんは、私多分、ね、しばらくかかってないけど40はじゃないかな。おで、これ数学とかと一緒で計算式で絶対出てるから、250ヤード飛ぶ人はヘッドスピードこれぐらいあるっていう、なるほど、テレビの証拠があって、うん、250ヤード飛ばそうと思ったら大体ヘッドスピード46ぐらいはいい。他のものいろいろ差し引きして46ぐらいはあるはず。なるほど、無理だな。そうそうそう。ヘッドスピードが落ちる原因はスイングの中にあるから、うん、それを今日はしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。で、まずヘッドスピードを上げるって言われると、一番最初にみんな速く振ればいいなと、うん、そうね、思ってしまうから、うん、アドレスしました。よいしょで速く振る人が、うん、うん、でもこれって腕を速く振ってるだけでヘッドのスピードを上げる、うん、ここのヘッドの動きを速くする方なんやから、ヘッドスピードを上げる。そうですね、腕だけ速く振ってもヘッドって追いついてこなくて、でそれを上げるための、まあ上げるためにどうしたらいい、うん、まず一番大事なのは下半身をちゃんと使える。うん、さっき言ったみたいにどうしても腕だけでこう上げてしまうと、クラブに、そのクラブヘッドに大差が伝わらなくて結果的にロスすることになるんで、うん、ドライバーのヘッドスピード上げるためにはまず下半身左、うん、左腰をしっかり回す。この時すっごいアマチュアの人で多いのが、ここから左にこう回っていってほしいんだけど、うん、この時右足を蹴っちゃう人、うん、ここからこうやって右足を蹴り上げる動作によってこう左に回っていっちゃう、うん、っていうよりかは左の腰をグッと切る。なるほどね。だから右足を蹴り上げちゃう人って大体インパクトの時も結構右の足がなってる、こういう風に見えちゃうと右の、うん、見えちゃう人が多い、うん、はいはいはい、なってる。っていうかは左腰をグッと踏み込むイメージなんで、正しくこれこういう感じ、これがこうなってると右足を蹴りすぎてしまってるっていう状態、うんうんうん、だから左体の左回しに使うこういう状態、うん、うんうんうん、こう、まあ、うんうん、動けるので左、はいはい、で左腰、まあ、下半身を使うのはっていう話が始まると、うん、そうね、ここから結構みんな、うん、一緒に来ちゃう人が結構、あ、でもその人の中では結構頑張って左回ってます。うん、わかる、そんな感じ。考えてることとやってることの差がすごいことになってしまって、うん、結果的に
こう腕も下半身も一緒にこう行っちゃう。そうね。っていう風になってしまうけど、左下半身を早く使うための、まあ、練習法としては、うん、まあ、これちょっとラウンドでやっちゃうと多分かなり変なことになるから練習場とかでやってほしいんやけど、うん、アドレスしますバックスイングした時にちょっと左かかと上げちゃう。ほう。で、かかと踏んでから腕を下ろすっていう感じ。これが結構自分も持てる結構踏んであるじゃん。うんうんうん。で、踏んで下ろす。それ難しいんだよね。ステップグリルがすごい近い。一、はいはい、回多分こう一気で踏んでから下ろすっていう練習をしたと思うんだけど、うん、それをドライバーでやるとものすごく難しいから、うん、そういうのもっと簡単にした場合、バックスイングでかかと上げるだけで。はい。で、踏んでから下ろす。はい。踏んでから下ろす。はい。これが右足蹴っちゃう人は、多分すごい変なの。うーん、できないね。そうそうそう。だから右足もしっかり止まってる状態で、踏んで下ろす。っていう練習をしてもらう。なるほど。それはできそう。だからヘッドスピードは、腕の速さじゃなくて、ヘッドをいかに速く使えるかっていう感じだから、うんうん、できればその下半身を、使っていくことと、で腕って使えば使うほどクラブがめちゃくちゃ複雑な動きになってしまう。こうグリップで自分の手とクラブがつながってる状態から、腕が回転すれば回転するほど回転っていうか、腕がこう回転、うん、回転すれば回転するほどクラブの後ろにこうものすごい大きい動きになっていってしまう。で、できるだけ腕は複雑な動きはしない。はい。このままこうして変にいっぱい使っちゃうとそれだけロスにつながっていってしまって、うんうん、あまり腕の動きを複雑にしない。で、左下半身もしっかり回す。で、ヘッドスピードも上げる。はい、わかりました。ありがとうございます。はい、ということで今回はヘッドスピードを上げる練習方法について教えてもらいました。はい、皆さん分かりましたか？かかとを上げて踏み込んでから打つです。ぜひやってみてください。はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。